おはようございます。赤いかな顔が。今日はゆっくりめです。6時13分です。本日もよろしくお願いいたします。今日は7時15分出勤ということで少しのんびりでございます。では行きましょう。今日は昼雨って言ってたんですけどね、昼の間雨降るって言ってたんですけど、朝から結構まとまった雨になってますね。どうしたんでしょうか。これで早く降り終わってくれるといいんですけれどもね。その分今日は和子さんがふなっしーのトークライブに行きます。7時半からって言ってたかな。どこでやるんだろう。市民会館かな。はい、抽選当たったんでね、羨ましいでございます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、和子さん昔何の時だったかな、はい、うまくその抽選当たりましてね、決議占いをふなっしーにやってもらいまして、シュワルツネガーのなんとかって言われたしよく覚えてないけれどもね、はい、そんなのがありましたよ。数日前からチャンネル名を変えました。還暦からのビデオブログ船橋大好きっていうの、船橋大好きっていうのが後から追加されてたんですけれども、数日前から還暦 Vlog なんだっけな、なんでもチャレンジじゃなくて、なんかやってみよう、なんでも初心者だったかな、はい、なんかそんなのに変えました。これからいろいろな、前にもね宣言しましたが、毎週なんか新しいことを始めようってことでねやっております。でここ数日は簿記の勉強じいちゃん一応商業系の学校出てるものですから、商学士という資格は持ってるんですけれども、まあ覚えてないもんですから、ユーデミーのブラックフライデーセールで安く受講できるのあったんで、2つほど講座を申し込みまして今勉強中です。浦安近くまで来ましたら雨は止みました。良かったです。地面濡れてるんで降ってたんでしょうけれどもね、良かった良かった。なんとすごいでかいのが、かっこいいのが会社来たらロッカーの中に入ってました。和子さんにまた同僚が撮ってくれたようでございます。ありがとう。背中かっこいい天元さんでございます。みんなありがとう。はい、お仕事終了でございます。今は15時2分一応3時終わってからなんだかんだで10分以上かかっちゃったかな。で会社出まして、どんくらいだ、30分ぐらいで帰れますかね。今日はお天気悪いんで、お散歩行くにしてもちょっと寒いんではないかなと思われます。どうしてもね、土日はララポート周辺はかなり混みますからしょうがないです。明日も確かこんなような時間だったかな、終わるのがね。まあ便利なところを住んでるんだからしょうがないですよね。だいぶ暗くなっちゃってますが、手ぶれとか大丈夫でしょうか。今日はふなっしーランドにちょっと行ってみたいと思います。今日はイベント、トークショー、トークライブ、それがあるのでね、その前にふなっしーランドとか寄ってる方も結構いらっしゃるのかもしれないですね。今までみたいにララポートじゃなくなっちゃったからね、なかなか周りで時間潰すってことも
できなくなっちゃったんじゃないかなと思われます。ナッシーランド来ました。久しぶりにお店に入ります。まず僕とミミちゃんは外で待ってます。あれ、あのガチャとかができてるの？外で待ってる。今日買ってきた手袋とあとは持ってくものはピラッと開かない。何が？中にはフラッシュがいます。猫猫って その中も、あ、その中にもいたこっちのこと、うん、こっち？こっちもいた、はい、これからトークライブでございます。リュックもフラッシー。身分証明書いるの？注文とか持ってったら、うん、免許証気をつけて、うん、よくそうだよね。これで多分そうだと思うんだけどでらっしゃい。はい、ラッキーです。